コンパスコンパスは円を描いたり線分の長さを移すのに用いる文房具、製図器具である。中心機構で接し自由な角度に開閉できる2本の足からなる。文合わし、両足式、円器とも言う。また、かつて根発しと当て字されたこともある。コンパスの言語はオランダ語のコンパスであるが、これは現代オランダ語で方位自身のことを示す。近代オランダでは、 パセルという。コンパスは演習を描くために必須の道具ではなく、視点とそこから等しい距離を維持したまま移動できる状態の筆記具があれば代用ができる。日本の学習指導要領では小学校第3学年で扱い始める。中心機構は日本の足が接する角度を調整する。簡便なものは中心機構のみが可動で、 それぞれの穂は紙に斜めに接する。製図用コンパスは精度を上げるため、それぞれの足の中間でも曲がり、紙に垂直に接するようにできる。伸縮可能な足もあり、コンパクトでも大きな円を描くことができる。片方の穂は針になっていて、紙などに軽く突き刺して固定する。基本的には、もう片方の穂が筆記具となっており、固定端を中心とした円を描ける。 ここには、次のような機構がある。中心機は、コンパスを補助する用具で、製図用具の一式セットなどに含まれている。この中心機はコンパスによる、製図の際に図面となる紙に、穴が開いてしまわないようにするための用具である。同心円を多数描く場合に、何度も針を刺すことによる紙穴の広がりを防ぐことが、でき、正確な同心円を描くことができる。 中心器は透明な円形で、その中心部には十字の線が入っていて、その交点部分がくぼんでいる。使用する際には、描く円の中心となるべき部分に、中心器の中心が一致する容器、くぼみに、コンパスの針を乗せ円を描くことで紙に直接穴が開かないようにすることができる。多くは、滑り止めがついている。河栄元年幕府は、 佐久間昭山に洋式屋戦法を作らせ、品川に砲台を作らせるなど当時国防多端の折から鉄砲の需要が急増し、その当時カンザシア刀のツの仕上げ等の飾り職人が鉄砲単野となり、さらに転じてその一部の人々が製図機械を作るようになった。その後鉄砲単野などから製図機械に転じたものの他に明治の中頃からは 医療機械の外科用器具職から転じたもの、あるいは造幣所や、方幣所からの転職者から、製図機械を製作する一派を開いたものもあった。甲州日野の生まれで、鉄砲丹野の和田熊吉の次男、和田定一郎が、明治2年に初めて、フランス式のコンパスを作った。これが、日本での様式分回しやカラス口などすなわち、製図機械製造の元祖である。 徳川藩の鉄砲丹野であった山崎哲五郎もまたカラス口やコンパスを作り、他に五玉地に大熊坊なども明治の初期における製図機械の製造家として登場する。そして明治10年、関谷安家も英式コンパスを作るようになった。その後、和田、山崎、関谷を製図器具製造家の参賀と称し、 互いに連絡を保って親しく往来していたという。その当時は、その他にも、キセル屋から、下下用刃物の鋼出しから、あるいは、海軍交渉工員か転じたものもあって、製図器具製造は、流星を極めたという。明治8年銀座で時計や、測量機械を売っていた、玉野屋野の下請けで、時計さんを作っていた飾り職人の沢田金太郎は、船来品を見本として、 物式コンパスを独学で作り始めた。その後、横須賀海軍校所から転職して比例コンパスを専門に作り始めた。斉藤三郎が一派を起こし、医療機械職からスプリングコンパスの製造に転校した石井とめきが小石川砲兵所の職校から独立してコンパスを作り始めた。杉崎清三郎一派が一時流星を極めた。 その後、物差し製造家、藤山捨吉が、製造機械を各派から集め、大量的に製図機械の製造を始めたが、工員の技術指導者は、蒸気の流れを組む人々であった。材料は打ち物であったが、ウコーとスプリングを除く。その他の製図機械の材料は、明治18年頃、和田定一郎先生の指導により、川で竹松という芋の師が芋のを作り始めた。 大正5年、渡辺博士が、現在の D 式というドイツのリヒテル型を国産化した、時に、初めて、洋白の板と棒を使い始めた。現在は、物式、A 式、D 式などはいずれも一部の製品を除いてほとんど、鋳物である。中心部から2本の足が伸びている形状から、足の長い人物を指す比喩表現として、コンパスといった、用いられることがある。 また、足の長さに由来する意味ではあるが、コンパスが違う、という慣用表現では歩幅を指す。ありがとうございます。